ありがとう。携帯拭く気がする。えらい。ティッシュ。熱っ。冷房、冷房じゃない、暖房を切る。熱い熱い。すぐ寒いって言い出すんだろうな。やるだけやったら今の自分にできること。今日四国の YouTube 撮れてよかった。本当はね、まだみんないるときに撮ろうとしてたんだけど、タイミングがなくて。よかった。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。生まれてきてくれてありがとう。そんなこと人生で一回でも言ってもらえるんだったら、もうアイドルになった甲斐があった。と思いませんか？お誕生日おめでとう。ありがとう。お腹満足しましたか？満足。寒いよ。カリチアンさんさすがです。工藤リコ、リコこれ本物？よいしょ。連携してるやん。あなた連携してない。ふう、本物かな。あ、本物？赤いチャンスさんおやすみなさい。私たちお誕生日おめでとうございます。あ、でも絵文字の使い方が本物っぽい。おーい、本物ですよ。リコチー、なんかラブレターありがとう。信じてください。待って、LINE 来た。リコチーこれ。違った。全然違った。ごめん、信じる。ごめん。てかもうこの際、あれだ、偽物でも本物でもこの時間におめでとう言ってもらうことが嬉しいですね。あ、リコチから LINE 来た。ラブレター、本物だ。わらわら、おやすみ。葵ちゃんとタコパ？葵ちゃんタコパの話してた？ほんと？優しいね、優しい。
お誕生日おめでとう、ありがとうございます。りっこちゃんおやすみ。おやすみ。私誕生日が3人いた時期もあった。そう、やよちゃんと懐かしい。やべ、リコチに間違ってめっちゃキモい顔文字送っちゃった。チョキチョキっていう顔文字送っちゃった。恥ずかしい、いい歳してまあいいや、可愛いだろ。あ、チョキチョキ可愛いって。3月29日誕生日良い。3月29日は運勢がいいのかも。やよちゃんどうしてるかな。やよちゃん元気でしょ。やよちゃんはいつも前向きだった。3月29日ってすごいアイドルの生まれる日。確かに。 NME にも2人いるの。2人？誰だろう。すごいね、3月29日ってアイドルになりやすいのかも。でもアイドルになるまで3月29日の人一人しか会ったことなかった。そうだからやっぱアイドルに多いのかも。アイドルになって急にね増えた。3月29日に感謝する。運命的な日ですね。すげえ、めっちゃみんなツイートしてくれとるやん。ありがとう。ツイート見るね。うわーい。なんか出会ったきっかけとかに去年の私との思い出とか書いてくれたらより嬉しいです。わあ、なんかあれか、緑のアイコン作ってくれてんのか。同じ人がめっちゃツイートしてると思ったらアイコンがみんな一緒なんだ。わあ、みんなありがとうございます。写真を集めてきて拾ってきてくれて。ありがとうございます。福ちゃんがきっかけでSTを推しになりました。え、入り口で終了。私まあ入り口になれただけでも嬉しいですわ。誕生日おめでとう、ありがとう。最近よく言われるな この9時間ぐらいの時間にたまたま流れてきたふーちゃんのツイートがきっかけ。嬉しい。少しは入り口に慣れてるかしら。嬉しい。
生誕祭まだ先かな、生誕祭5月だと思う。だって今日自分のスケジュール帳見たんですよ。絶対4月無理だったもん。すでに さすがにこれやる日なくないみたいな感じでした。そう、そうそう、いつなんだろう。まあいつでもいいや、別に。千穂ちゃんも5月かもって言ってた。え、もう千穂が5月なら絶対5月だよ。だってさこちゃんと千穂ちゃんの次だもん私。そう、別に。でも1年以内にやってくれればいい。マイキュー6月、わかんないわかんないけど、3月生まれの子が基本多分もう5月にずれ込んじゃうから。そう、まあそのうち。誕生日おめでとう、ありがとうございます。ハッピーバースデー、 Thank you。 ふたあかり生誕祭2024見てます。ありがとう、ツイートしてくれて。すごい幸せ者ですね。あたしゃ生まれた時間帯わかんない、気にしたこともないわ。すごい、今年こそ踊る福ちゃんみたいな。今年はライブいっぱいあるぞ、ツアーがあるから。リコッチ、22歳いいこといっぱいあったね。おめでとうございます、ありがとう。めっちゃ喉乾く、サムギョプサルやばい。なんかさ、みんなが誕生日ツイートで載せてくれてる写真見るとさ、
なんか本当1年間いろんなことあったなと思う。みんないろんなことが一人一人違うね。思い出がみんながセレクトしてる写真がで、みんな、まあ、当たり前なんだけど違うから、なんかいろんな自分が見れてこんな感じだったな1年って振り返れるわ。おめでとう、ありがとう。上手者レスティーファンの皆さん、福田推し以外の人もめっちゃツイートしてくれてるし、ありがてえな。それだけいろんなあなたがみんなのそばにいた方にゃよほよ。誕生日おめでとう、ありがとう。にゃんすけごろみゴロミ、今日のゴロミ、カリンゴ寝落ちしてた。おお、寝な、寝なさい、いいのよ寝て。かわいい。見て。世界一かわいい女子、お誕生日おめでとう。ありがとう。嬉しいわ。じゃん。にゃんすけ。ごろみ。にゃんすけ。ゴロミ遊んでるにゃんすけ、おい、男の男ってほんとバカねって言って寝るゴロミ、おい、男ってほんとバカねってガキねって、男ってほんとガキねって言って寝てるゴロミ、かわいい。ちょっとでも本当は遊びたいんだと思う。でも男って本当ガキねっていう態度を取るために耐えてるんだと思う。かわいい。近所に野良猫たくさんいるけど逃げられる？あのね、猫ね、こううまいこと扱ってやらないかんのよ。やっぱしばらくね、最初は距離を取って
ちょっとずつ近づけていかんと、いきなり近づいたら、まあ、嫌われるよ。そう、もう猫は気まぐれさんですから、あの子たち。誕生日長時間配信をしてくださりありがとうございます。こちらこそ。いや、私は距離縮められない、あんまり野良猫と。人懐っこい子がいたら仲良くなるけど。あと21時間20分誕生日終わるの嫌な。寄ってくるのは猫ちゃんは誰かが餌をあげてる。そうだね、なんか決まってる人がいる。そう、その決まってる人とかに喋りかけたらいいかも。もしその保護猫団体みたいな人が、なんかご飯係の人が決まってるんだったら、その人に喋りかけたらその人の近くには来るから仲良くなれがち。誕生日おめでとう、ありがとうございます。寝落ちして起きたら女神いる、アイドル出てくれてありがとう。寝落ちして起きたの？寝なー、寝さい。毎朝4時に餌あげてる人いた。すごい働き者だ。猫好きなんだろうね、めちゃめちゃ。すごいね。あー、タルト作ってたかった。タルト作って朝食べたかった。明日の昼に作ったら夜食べれるかな。なんかタルトのこの箱側を買ってきたので、生クリームとチョコレートを買ってきたのね。で、生クリームとチョコレートを混ぜて、そこに入れて固めて、で、いちごとか乗せたらいいかなって、上に。てかいちごいらなかったかな。まあ、いっか、美味しいから。タルトを作りたいんだよ。いちごタルト。いちごタルト作り方、いちごたっぷり生チョコいちごタルト。ビターチョコレートを細かく砕きます。鍋に生クリームを入れ、沸騰直前まで加熱し、ビターチョコレートを入れて
しっかり溶かします。タルトの型に流し入れて冷凍庫で15分冷やし固めます。冷凍庫か、開けとかなきゃな。冷凍庫の空きあるかな。いちごクリームを作ります。いちごクリーム、水の入ったボウルに粉ゼラチンを振り入れ10分ふやかし湯煎で溶かします。別のボウルにいちごを入れフォークで潰しクリームチーズ、グラニュー糖を加えて混ぜます。生クリーム、レモン汁を加えてさらに混ぜます。え、いらん、いちごクリームめんどくさい。チョコだけでいいよね。え、タルトの生地の中にその生チョコ入れてその上にいちご置いてもダメか。その上に生クリーム絞っていちご置いたらいい。どうしよう。どうしようかな。追加で材料買いたくないな。15分で固まるのね。あ、早いよね。ストレッチの仕方。肩こり解消ストレッチ。後ろに組んで富永愛さん直伝ストレッチだって。あ、良くなった気がする。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。え、とりあえずこれスクショしとこう。この生地、タルトのこのあれをレピシ。いちごタルトチョコ。誕生日おめでとう、ありがとう。いちごの生チョコタルト、これか。オレオ、オレオいらないな。いちご埋め込んでいいのか。あ、え、あったかいチョコの上にいちご乗せたらどうなる。それで固められたら、いちごってどのタイミングで乗せたらいいんだ。むず。誕生日ケーキ食べましたか。食べたいよ。キルヘボン。冷めたら固まるから、あったかいうち。誕生日ケーキの写真が見たい。ないんだ。誕生日ケーキ食べてない。誕生日ケーキ買ってくればよかった。コンビニでいいから買ってこようか今。え、でもさすがにちょっとこの時間にケーキだけ買ったら変な人だと思われる。どうしよう。ケーキ食べ、え、雪見大福でいい。もう、え、夜中の、え、まだ2時48分じゃん。夜中の2時48分に雪見大福食べたら太る。やめとこ。どうしよう。太らないよ。嘘つけ、嘘つけ。やめ、止めます。この時間は品出しで忙しい。確かに真夜中にコンビニ行く
ない。みんなで、ね、騙そうとしてる。スクワット10回でチョークし、10回でいいの？やるよ10回なら。うーん、雪見大福って雪だから0キロカロリー。やばい人が発生してる。やばい、この時間のリスナーやばい人だ全員。知らなかった、年に2回しか年越し配信をしないからこの時間のリスナーはやばい。やばいこと言い出した。ちょっと腹筋するか。とりあえずさっきサムギョプサル食べたの消したいんで腹筋します。まあ25歳、22歳だから22回しようかな。行ってきます。あ、気持ちいい、背中が伸びる。まだやってないからね。今休憩。よし。1、2、3、4。そのまま寝てしまいそう。寝ないよ。いけ、カチューシャ引っかかる。5、6。結構きついな。7、8。あー、きつい。結構腹筋疲れる。何回やったっけ今。8か。8。腹筋。10。ミラボールかと思うな。11。12。13。うん。あー、ちょっと待って。一回休憩。あと何回だ。九回、あと9回だ。うん。食べた後しんどいね。14。はあ、きつい。16。ちょっと腹筋が筋肉痛なのかも。明日痛い、しんどいよ。うー、頑張ろうと一踏ん張り。19。ああ、20。痛い。
21ラスト。ビシビギュッ、頑張った頑張ったっぴ、腹筋頑張りました。年齢の数だけ。美味しかった、美味しかったじゃない、疲れた、これ何も食べてないですよ。腹筋割れたかも、つい、なんか投げた、人形を投げた、頭に敷いてた。写真集への期待が高まったな、こりゃ。うん、頑張ったでしょ、頑張った、にゃんにゃん。福ちゃんが映っていないので目が離せない、うん、割れてないやろ、割れてないかな、わかんないよ。